おはようございます、バンです。水難救助自作ラジコン、飛行機じゃないな、自作ラジコンボート、暫定完成です。アームの部分はまだできてないですけども、とりあえず走行試験を行ってみたいと思います。前回からの変更点としては、前かぶり防止の発泡スチロールを増設、そして後ろの方の発泡スチロールをぶった切って重心を後ろにした、そしてラダーを3枚にした、1枚から3枚にしたといったところですね。あとステッピングモーターを乗せたんで、重心が左寄りになっているかと思うんで、その問題が発生しないかどうかの確認ですね。それでは準備していきます。それでは、準備できましたんでテストします。ですね、とりあえず盛大に反時計回り左方向に行くんですね。サブトリムを使って、調節します。ですね、結構調節しないとダメなんで、もう見た目も明らかにかなり傾いたような感じになってます。でラダーがね、で、微速前進の時と、巡航速度の時とで、操作性に違いが出ないかとか確認していきます。ほぼほぼ半時計回りなんですね。もっと調節します。トリム限界を超えてしまいました。ステッピングモーターですね、ステッピングモーターの、重りウェイトでこっちに傾いて、左に傾いてしまってるんだと思います。あと加えて、もしかしたら半トルクですね、プロペラの半トルクが影響しているのかもしれないですね。それのダブルパンチだと思われますね。なのでいっぺん反対側にカウンターウェイトを乗せて確認をして、でそれでもダメならば、ステッピングモーターを逆方向に移設するという感じですね。ちょっといっぺんそこら辺の石ころを、ガムテープで反対側につけてみて、とりあえずテストしてみようと思います。はい、出ます。石ころっていうんじゃちょっとね、固定が難しいんで、ペンチとラジオペンチ2つを貼り付けてみました。これでちょっとテストしてみます。
はい、どうもです。一層ステッピングモーターを2つ搭載してみようかなというふうに思い始めてます。そうするとね、バランス良くなるんじゃないかなと。で、2つのアームでこう、引っ掛けたらどうかなと。あ、でもそうすると実際に救助するときに、どうかなってとこですね。ちょっとシミュレーションしてみないとわからないですね。なんかアームをとりあえずつけて、でなんか流木かなんかで、シミュレーションしてみますわ。とりあえずなんとか左右のアンバランスはありますけども、操縦は可能ですね。というわけで、旋回する原因はやっぱり、左右の重心バランスの問題ですね。これはなんとか解決してこようというふうに思います。あとそれから視聴者様のアドバイスで、しばらく走行していると水を含んで重くなるよというようなね、ご指摘がありました。で、それを防ぐためにやっぱりテープでコーティングした方がいいんじゃないかなというようなアドバイスでしたけども、これねやっぱり食品のトレーなんで下がねゴツゴツしてるんですよ。なので、テープで巻くとしてもですねぴったり貼れないんですね。まあ、だからとりあえずこのまま運用しようというふうに思います。これで遊ぶわけじゃないんでね、救助用なんでね。はい、というわけで、なんとか操縦はできますけれども、ちょっと重心があんまりよろしくないといったところですね。はい、課題をもうちょっとだけ改善検討します。ではでは。